藤谷蓮次郎です。今日は2023年5月に、歌手活動、芸能活動を引退されました橋幸夫さんの曲を振り返り、振り返って私が勝手に語ってるだけですけども、そういう動画でお楽しみいただきます。でその前ですね、お話に入る前にお願いをしておきます。こうして私の動画をご覧いただいている方で初めてご覧になっている方、あるいは今まで何度か見ているけれどもチャンネル登録はまだしていないという方は、ぜひともチャンネル登録をこの機会にお願いいたします。そうしていただけると私としては非常に助かります。非常に励みになりますので、ぜひともお願いをいたします。チャンネル登録をこの際お願いいたします。それでは参ります。今日取り上げるのはやはり橋幸夫さんの最も重要なというか最も代表曲とも言えます一曲です。無表、1966年10月の曲です。作詞が宮川哲夫さん、曲が刀根一郎さん、編曲は一ノ瀬義隆さん、まあ重要なのはこの時期で言うと、まあ、吉田忠、佐伯孝雄という、まあ、橋さんから見れば代表なるこう大きな恩のあるそのコンビとは違う人たちで作った曲、無表、1966年10月で、私としては私くらいの世代から言うと橋幸夫さんの、まあ、歌手としての全盛期というのは全く、ほぼ全くこうテレビとかで見ることはなかったわけです。まあそういう大人向けの番組では出てらっしゃったんだろうけども、なかなか子供としては分からなかった。 でも我々にとって橋幸夫さんというのはビッグネームだったのは、何よりもやはり小学校上がるか上がらんかくらいの時にものすごい勢いで出てきたあの漫才ブーム、その中で、中心人物の一人ザ・ボンチのおさむさんが橋幸夫さんの真似をお得意とされていて、その彼がやるのが大体いたこのいたのかこの無表の無表っていうあのフレーズ、これを右に左に顔を振りながらね歌ってらっしゃった、いたこのいたのもそうなんですけど、でありってやるあのボンチのおさむ師匠のイメージですね。で今回聞いてみました。今回というかあの引退されるというところで橋さんのね今配信でも何でも聴けるんで、曲をたどっていく中でこの無表という曲、私なりにまた知ってはいたんだけれどもしっかり聴き直しと思ったのは、橋さんの声がもちろんもともと魅力のある歌い手さんではありますが、最も綺麗に僕には聞こえました。遥かな遥かなっていう遥かなのアダン音の美しさとかね、とてつもなくこの人は声が綺麗だな、そしていいメロディーだなと、もう心の底から聞いてて引っ張られるような心地よく流されるような見事な声、メロディー、そして歌詞に関してはあのよくこの、まあ、演歌的な世界観でありがちな昔なくした恋を懐かしくというか苦くも思い出すっていう設定になってるわけですけど、ただですねこのボーカルの最初の歌い出しからサビの部分まで、橋幸夫さんという方の声がこれほど美しいとはと私はびっくりした次第です。橋さんの曲としてもビッグヒットを記録していったというのは、橋幸夫さんという、まあ、歌の上手の歌手を歌上手な歌手をさらにその魅力を前面に展開した歌声というのがこの無表じゃないかと思うんですね。やっぱり橋幸夫好きの方々にとっても、ぜひ真似したいというか、ちょうどね「春かな」もそうですけど 3つ目の音とかでグーッと伸ばすフレーズが続くんですよ。そのね、母音がきれいに響く、声きれいだなこの人歌うまいなと心から思わせてくれる、この時期にもちろん大ヒットするってことは本人の努力とかだけではなくてこの時期に重なるものがいろいろあったんでしょうけども、今聞いてもなるほど素晴らしい仕上がり、無表、まさに橋幸夫さんの代表作であるというのは分かる気がします。その代表作であるのは曲の良さもあるけれども、私自身が今感じているところでは橋幸夫の声の良さ、歌声の良さというのももちろんたくさんありますから全部じゃないですよ、今まで聞いた数十曲の中でも
最もきれいに出しているのがこの無常というふうに私は思いますが、いかがでしょうか。今日は橋幸夫さんの代表曲「無表」について私なりに勝手な話をさせていただきました。思い出があったりする方はぜひともコメントで寄せていただけると助かります。それからチャンネル登録の方もぜひともお願いいたします。それでは失礼します。